ストーリーが楽しめます。悩める主人公をうまく操って自由へと導きましょう。新しくストーリーを始めます。新しくストーリーを始めます。それではキャサリンの世界をじっくりとお楽しみください。夜空が満天の輝きに満ちる頃、素敵な物語を、あなた。皆さんこんばんは。ゴールデンプレシアターへようこそ。案内役は私、ミッドナイトヴィーナスこと石田ルーです。ところで皆さんは、こんな怖い噂をご存知？夜、落ちる夢を見た時、すぐに眠りから目覚めなければそのまま実際に死んでしまう。今宵ご紹介するキャサリンは、異色の恋愛ホラー作品。ある呪いに取り憑かれた男の恐怖の一週間を体験していただきます。物語の主人公はヴィンセント・ブルックス、32歳。彼とても真面目で優しい男なんだけど、ある日恐ろしい悪夢を見始めてしまうんです。そしてさらに彼へ襲いかかる甘い誘惑の嵐。いや、もう彼ったら、おいたが過ぎるんだから。果たして彼、人生の山場を越えられるかしら。全ての結末はテレビの前のあなた次第。さあ、お待たせしました。いよいよ始まります。それでは皆さん、また後でお会いしましょうね。聞いてる？ねえってば。ちょっと聞いてんの？ああ、うん。なんか疲れているみたいだけど大丈夫？さっきからぼーっとしてるし。ああ、ごめん、仕事朝からだったから。夢でキャンセルし 1,2,3 get sucked in my sheets。 これは現実、それか dream。 混ざる蜜と濃厚なクリーン。繋がる仕組みは変と変、人との関係は end to end。 原点と Go 結ぶ点と点、あとはセンスで決まる運命の運命。 Left か Right か前後左右、 Move the brick、 Step up して解いてく trick。 Man you gotta fight for your chick。 でももいるからできない pick。 時間はないぜ兄弟、君発せば兄弟。そんなショータイム、登れるとこまで登ろうかい。後戻りはできないこの後悔。ビッグなハウスにビッグなカーがなくても案外引っかかる。押したり引いたりして落とせる。頂上を目指してやつ射止める。よっ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 。ライフは結局バブルじゃん。弾けるまで要は夢見がちじゃん。
なんだ。何？助けてくれ。誰かいないか。早く登ってこい。誰だ。ここは一体どこなんだ。叫んでる間に登れ。急がないと落ちて死ぬぞ。落ちて死ぬ？マジかよ。足場が下から崩れ落ちている。方向キーで急いで上に登って行こう。パーズ。もしもし。はい、知ってます。今日のレビュー俺も参加っすよね。ああマジですか。あ、いえ、バグだと思います。いえ、大丈夫です。今出ます。はい、あの、すみません。それより手当とかは出んの？手当？休日出勤のに決まってんでしょ。まあ、いや、特には。特にはってつくこともあんの？いや、ないけど。ないんじゃない。ほら、2個。なあ、キャサリン、死ぬ夢とかって見たことある？死ぬ夢？死にかけたとか？いや、死んでく夢、殺されてくとかでもいいかな。ないかな。殺す夢ならあるけど。え？君らしいよ。何それ。ねえ、私たちさ、何年目だっけ？え？そういや、何年になるんだ。長いから分かんなくなってるよ。あー、どうだったっけ。こっちが聞いてんのに。最近さ、やたら親が電話してくんの。どうしてんだって。へえ。もう年だし心配みたいでさ。仕事忙しいのは分かってくれてんだけど。うん、別に今のままで楽なんだけどな。まあ、なんていうか、楽なのが一番じゃん。先のことなんて分かんないっつうか。まあね。先生、申し訳ありませんが、一人暮らしの若い男性がまるで高齢者の孤独死のような状況で発見されたこの事件。詳しい死因はまだ特定できておらず、警察では事件と事故の両面から捜査するとしています。なお警察は始まってるから。おい、こっちビール2つで。はい。キャサリンさん、僕最近やたら親が電話してくるって言ってた。何が気にしてないって言ったんだ。ベダーだろって普通ねえ先輩。それってどうなの。つうか先輩はまた当たっちゃってくださいよ。いいって、嫌なんだよ、ああいうの。さあ、両選手、今、1番から現状始まってるぞ。
あ、それって結婚しろって意味じゃないの？やっぱそう思う？他にないだろ。そうか、結婚な。ガキの自分からお前とも長いが。いや待てって、ジョニー、まだ決まってないから。彼女との結婚嫌なのか？そうじゃねえけどさ、大事だし一緒にいたいけど、なんつうか結婚はまだいいんじゃないのっていうか、わかんだろ、今がお互い気楽っつうかさ。お互いそれっぽいこと言ってたんだって。今も仕事第一ってか、もともとやりたいことやってくタイプなんだよ。知ってんだろ。いつまでもそうってこともないだろう。そういうんじゃねえって。きっと大体独身のお前に言われたくねえし。いや、俺は結婚は運命の相手とって決めてるだけだ。お前とは違う。今の彼女にも結婚する気はないって言ってあるんだ。運命の相手に会えなかったら？だったらする気はないね。当然だろ。さすがっす先輩。それより聞いたか、ポールの話。死んだってやつ。は？死んだ？え、ポールってあのポール？ああ、離婚したって話は聞いてたけど、元気そうだったからな、驚いたよ。なんで死んだんだ？事故か？いや、朝部屋で死んでんのを母親が見つけたらしい。朝って、それ…ああ、原因不明って話だろ。ニュースになってるな。怖え！マジっすか？明日の朝、俺たちも死んでたりした。バカ、やめろっての。またでっち上げて騒いでるだけでしょ。偶然っすよ、ニュースとか。たく、トビーは能天気だな。そういや、朝のことだけどさ、実はガキん時以来の寝小便かましたんだよね。なんだよそれ。超怖い夢見てさ。ま、内容はよく覚えてないけど。うわ、お前いくつだよ？32。知ってるよ。なんか聞きたくねっす、その話。うるせえよ、マジ怖かったんだ。おい、まだいろよ。なんか今日帰りたくねえんだよ。ならキャサリンに来てもらえよ。昼間会ったばっかだよ。それにこんな話また心配かけちまうし。ああ、たく、こんなやつのどこがいいのかね。ていうか悪い、明日早いんだ。まあ飲みすぎんなよ。つうわけっす先輩、悪いっすけどお先っす。携帯電話を開くと着信メールを確認したりセーブしたりできる。一部のメールには返信も可能だ。確認してみよう。出現したり報道したりすると謎のメーターが現れ針が動くことがある。何を意味するかはまだ秘密だが、ヴィンセントの発言や行動は結末に影響する。覚えておこう。私たちさ、何年目だっけ？結婚か。
ずれとは思ってたけど、仕事変わったばっかだし苦労はかけたくないよな。You got a mail. 迷惑メールか。急に親の話とかって彼女らしくないよな。もうこんな時間か。セーブを行わないまま次のシーンへ進もうとしているぞ。セーブをしないまま先へ進んでも大丈夫かな。君か。何を戸惑ってるの？早く扉に入りなよ。もう引き返せやしない。ここは罪人監獄。迷える羊が死ぬまで囚われる牢獄さ。じゃあ今夜も始めようか。ここって昨日の続きってことか。何なんだ。確かバーに女の子が来て、その後あーくそ思い出せねえ。どうなってんだ。パーズ。生き延びたらしいな。誰だ。羊。そう見えるか。俺にはお前が羊に見える。他の連中もみんなだ。その声、さっきの。お前何者だ。ここは一体どこなんだ。さあ、こっちが聞きたい。ただ一つ確かなのは、俺たちは逃げなければ殺されるということだ。殺される。ここを一度でも見たが最後は毎晩のように来ることになる。毎晩。嘘だろ。ここにいる全員が同じ運命なんだ。死にたくなければ登るしかない。上へ登れば助けるのか。確証なんてない。でも向こうを見てみろ。金があるだろ。まるで聖堂だ。聖堂。一番上までたどり着ければ生きてここを逃れる道があるのかもしれない。助かるってことだな。だから確証はない。そうとでも信じなきゃ正気でいられるか。ここじゃ冷静さを失ったやつから死ぬんだ。死ぬとかもう勘弁してくれ。言う通りにするから助けてくれよ。いいか、ここから先は自分で上を目指して逃げるんだ。俺はもう行く。そんな、待ってくれよ。お前も急げよ。おい、マジかよ。
戻り場では記帳台でセーブしたり他の羊と対話したりできる。羊たちに積極的に話しかけてみよう。うわあ！どこだここは。何なんだこの汚い羊どもは。こっちが聞きてえよ。なああんた、なんか知らないか。上へ行けって。てか上に何があんだ。勘弁してくれよ。うわあ！何なんだよここは。なんでこんな場所に連れてこられた。わかんねえ、俺も同じで。なんだよこの檻はよ。なんで羊が入れられてんだよ。もうたくさんだ、早くこっから出してくれ。うわあ！どうせみんな死ぬんだ。それなら早い方が楽でいいよな。誰を蹴落としてでも生き延びてやる。邪魔すんならてめえも叩き落としてやっけどな。逃げなきゃ死ぬんだろ。絶対に逃げてやる。こんなとこで死んでたまるかよ。助かる方法探してみねえか。一緒に協力してさ。お前一体誰なんだよ。信用できるわけねえだろ。俺は誰ともつるまねえ。騙されるのはもうごめんなんだ。やだ、死にたくない。とりあえず落ち着けって。そう言って俺を油断させるつもりか。そんな手に乗るもんかよ。みんな自分だけ助かりたいんだ。俺だって誰かに突き飛ばされた。次は俺が突き飛ばさないと死ぬ。みんな自分だけ助かりたいんだ。次私たち技を検討してます。生き残るための鍵ですよ。こんな登り方も使えんじゃねえか。俺が見つけた技を教えてやろうか。ああ、ぜひ頼むよ。よし、俺のひらめいた技だからな。ピラミッドについて説明をしよう。登りたい高さと同じ数の石を引いていくのだ。ピラミッドのように足場を作る基本アクションをまずは身につけよう。どうだ、グレートだろう。それだけじゃ厳しいと思います。こんな技も覚えないと。スライドについて説明をしよう。石を縦に並べて引いたら次は下の石を横にずらすのだ。辺の特徴を利用した一連の基本アクションを覚えよう。辺と辺でくっつく仕組みを利用すれば狭い足場でも急いで階段が作れるのだ。おお、あんたすげえな。どうだい、知らなかったよな。いや、知ってるよ。とにかく俺が言いたいのは運任せに動かしたら終わりってことだね。分かってますよ。雑誌記者の勘が騒ぐというか、この危険な石登り、おそらくかなりの技が潜んでそうです。かなりの技が潜んでるか。どんだけ見つけられるかが鍵ってことだな。ほら、見つけたらすぐ俺に教えろよ。これは命令だぜ。次使ってみたいですね。そっちの部屋誰かいるんだろう。まずは座りなよ。ようこそ国会の部屋へ。また新しい子羊が来たみたいだね。お前誰だ。管理者といったところかな。この悪夢の世界のね、あんたたち子羊は選ばれたんだ。みんな近々死ぬことになるだろう。は？ふざけんな。でも殺す前にあんたの命の価値を確かめたい。だから質問に答えてもらうよ。クソ、何なんだこれ。第1問です。結婚とは人生の始まりですか、それとも終わりですか。自分の気持ちに近いと思う方のロープを引いてみてね。
どっちだ。あんたそっちを選ぶんだ。ちょっと意外だな。何者なんだ。全部お前の仕業なのか。それは違う。僕はただ羊たちを監視しているだけさ。あんたをここへ落とした奴は別にいる。あんたがここに落ちて死ねばいいと現実世界で思ってる奴がいるのさ。ちなみにあんたの知ってる人だ。真相を知りたいならまずは生き残ることだ。じゃああんたを次の試練へ案内するよ。クソ、どうなってんだ一体。何なんだよ、今度は一体。まだ続くのかよ。 Commencing area 2. Are you ready? Pause. お前か。生き延びたようだな。あんたか。そっちも無事だったんだな。なんとかな。しかしここまで来る間に何人が命を落としたや。何人って。前に言ったろ、ここではなぜか自分以外は羊に見えてしまう。ここの羊たちは本当はみんな人間なんだ。おそらく何か理由があって連れてこられてるんだろう。理由なんだよ。理由って何だって。こんな目に。さあな。ただなんとなく心当たりは。心当たり。憶測の話はよそ。混乱するだけだ。今は次のことを考えた方がいい。そろそろでかいのが来そうだって噂してるやつもいるしな。気をつけろよ。でかいの。もっともお前は随分慣れてきたようだ。もう俺が教えてやれることはない。そんなことないって。もっといろいろ教えてくれよ。運が良ければまたどこかで会おう。じゃあ待ってくれよ。踊り場では石を登る技の情報が手に入る。石を闇雲に動かすだけでは脱出は不可能だ。ここでしか聞けない貴重な攻略情報を手に入れよう。なあ、お前も同じなのか。誰かにはめられた。選ばれた理由って何だ。知ってるのか。おい、どうすれば助かるんだよ。あんなのもう登れねえよ。俺だって同じなんだ。そんなに分かるわけねえだろ。いいか、行きたいなら登れ。それ以外ねえよ。そうだな。落ち着け落ち着け。俺ちょっと落ち着いてきた。ありがとな。さっき俺を突き飛ばしたのはおめえか。羊の分際で生意気なんだよ。次はてめえを落としていくからな。おい、ここの羊たちはみんな人間だって話だぞ。知ったこっちゃねえよ。自分が助かるのが一番大事だろ。許されていいことじゃねえよ。情けかけて死んで誰が褒めてくれんだ。誰がどうなっても俺だけは生き延びてやるからな。誰がどうなっても俺だけは生き延びてやるからな。モンスターだ。
目覚ませ。そんなのどこにも。いやー、モジャゲが喋った。は、おや、あなた、ズバリ初めて見る顔ですね。早速ですが、コインは持ってます？ほら、登ってる時に落ちてるでしょ。私にコインを払えば、便利な道具と交換してあげましょう。え？そうか、コインなんかより道具の方がずっと。私はここで金を集めてます。金で買えない命はない。これ、うちの営業所に貼ってある標語なんですけどね。世の中、金で買えないものはない。金さえあれば何事も思うがままです。そして光り輝くコインはまさに金そのもの。それならこの悪夢もコインを積めば助かるとは私の想像ですが。想像かよ。どうしてもステージをクリアできないときはコインでアイテムを買うこともできる。もうアイテムを持っている場合は買ったものと入れ替わるので注意しよう。ただし、買い物をするとハイスコアに対するプライズが獲得しにくくなることは覚えておこう。道具が欲しければコインと引き換えですよ。今夜のご注文はズバリ。白い石は目の前に石を作り出せるぞ。いや、いらねえ。ああ、モジャさんよ、冷やかしとはいい度胸だね。はあ、失礼、またお待ちしていますので。さっき見つけたんだ。これどのぐらい続くんでしょうか。この踊り場があるということはこの先もあるのでしょうし、まさか明日も明後日もとか。祈ることはサンドウェッジ、はあ。さっき見つけたんだけどよ。おお、お前前に会ったか。俺が見つけた技で生き延びやがったんだ。先を急ぎたいんだ。あんたたちも頑張れよ。前にいた羊が落ちて、あの断末魔が耳から離れない、離れないんだよ。なら次はあんたが断末魔をあげるのか。ここにいても崩れて死ぬぞ。なんだあの石の動き、意味が分かんねえよ。どうしたらいいんだよ。あんた助けてくれよ。とにかくいろんな登り技を使って乗り切るしか。登り技ってなんだ。何でもいい、教えてくれ。そうだな、だったらこういうのは役に立たないか。トルネードについて説明をしよう。複雑に石が積んであっても落ち着いて一つずつ引き出していこう。時には左右に移動して竜巻のようにうねって降りるのだ。階段を作ったら一気に登ってしまおう。うおー、そうやって登れんのかよ。あんたマジすげえな。もう少し行けるかもしれねえよ。あんたが教えてくれた登り方忘れないように復習してるんだ。こんな技だっけ。
おい、まず座りなって。おい、来たね、迷える子羊さん。今回も僕の質問に答えてもらうよ。おい、ふざけんな。一度でたくさんだ。たった一問で命の価値なんて測れるはずないだろう。第2問です。人生においては仕事の優先順位を一番に考えたいですか？あんたそっちを選ぶんだ。なるほどね。哀れな子羊のために今回は僕も疑問に答えるとしよう。ここは全体が巨大な聖堂なのさ。全部で8つの階層がある。今は2日目。まだたったの第2階層だ。待った！つまりそれ、ゴールがあるってことか。もしかして、そこまで行けば、死なずに済むのか。あまり夢を見ない方がいいよ。頂上なんて、到底たどり着けやしない。それよりほら、行く手から、恐ろしいものの声が聞こえるよ。準備はいいかい？よくねえよ！一体何が狂ってんだ、畜生！結構で必要なの？私縛られたくないんだよね。いいじゃん、一緒なら。人間本当は自由が一番なはずでしょ。なんか意外だな。ん？いや、女の子はさ、大人になるとみんな結婚のことを考えてる。つうかさ、けど君みたいな子もいるんだなって。気持ちがあれば十分じゃない。しきたりで縛る必要ないってことだよな。よかった。一緒だね、私たち。大丈夫？ありがとう。優しいんだ。いや、これはその ごめん。あと俺明日あるし、そろそろ帰んなきゃ。今日は楽しかったよ。どこ見てんの？見てない。嘘つき。タバコの味でも嫌いじゃないよ。マジっすか。
やべえ。つか、マジでやべえだろ。やばいって何が？だから、その、出会ったばかりの、おしべとめしべが。って、何言ってんだ俺。あ？ていうか、何？なんか問題でもあんの？これ、浮気だよな。まずいことになったな。けど、強引についてきたんだし。つうか、飲みすぎだ。何も覚えてねえよ。いや、そんなにジロジロ見られると恥ずかしいんですけど。悪い。言っとくけど、気に入ったから来たんだよ。私、誰でもいいとかじゃないから。そこんとこ誤解しないでね。いや、別に。ねえ、私のことも気に入ったんでしょ？なんつうか、それについては不思議っていうか。何？こんなこと初めてっていうか、信じらんないっていうか。ダメだ、クラクラして頭がうまく回んねえ。それって一目惚れってやつじゃん。ごめんなさい、実は俺今日仕事って言ってたよね。仕事？まあごめん、もう帰るね。私も歯医者行かなきゃだし。歯医者？歯医者だと遅れたら怒られるのよ。本当はもうちょい一緒にいたかったけど。では仕掛けといてずうずうしいか。じゃあまたね。ちょっと待って、俺付き合ってる彼女が。これは事故でしょう。事故だ事故だ事故だ。そりゃお前あれだ、一生に三度来るっつーモテ期のラスイチノがついに来たってこった。モテ期なの？俺に会ったか？ガキの頃はお前が一番モテてたよ。覚えてねえ。二度目は5年前の同窓会だ。あれからキャサリンとも長いよな。ま、バレたらそれも終わりだろうけどな。はぁ、マジ怖いよ。多分殺される。怖がんのそこかよ。けどバレなきゃいいだけじゃん。なかったことにすりゃさ。お前みたいに軽く考えらんねえんだよ。じゃあいっそ乗り換えるってのはどうよ。結婚迫られるのが嫌なんだろ。同じ二人がずっと愛し合えるなんて幻想なんだよ。結婚なんて人生の墓場さ。俺見てりゃわかんだろ。お前と一緒にすんなって。俺は今のまんまでいたいだけだっつの。はあ、マジどうするよ。こんなつもりなかったのに。悩むくらいならそもそもすんなよって話だけどな。わかってんだよ。たっ、いいよなお前は気楽で。バーカ、気にしたってしょうがねえんだ。女なんて大事にしたっていつ裏切るかわかんねえんだから。それよりどうせ別れんなら紹介しろよ。超可愛いんだろその子。写真とか。それかよ。なもんねえし、お前の好みじゃねえよ。なんでわかんだよ。俺の好みだからだよ。あ、いや、たく困ったよな。ねえ、この話知ってる？あのね、落ちる夢ってやつ。あ？いや知らねえけど。夢で怒って死ぬとリアルでも死んじゃうんだって。友達の彼氏がね、なりかかったって。怖くない？あ、そんなん本人しかわかんなくね。おい、大丈夫か？なんか顔色悪いぞ。ん？あんま寝れてねえからさ。お前けど、まあたかが一晩のことで真面目すぎんだよ。おい、聞いてんのか？聞けよ。Thank you.
知らないな、そんな子。え？そうなのか？てっきりお前らが声かけたのかなって。だけど、そんな目立つ子なら絶対に気づくと思うんだけどな。つーかね、言わせてもらいますけど、あんたらみたいな人たちがいっから自分に回ってこないっす。モテてりゃ毎晩こんなとこでやろうと飲まねえよ。そういやトビーは年上好きなんだっけか。きつめの年上のお姉様に罵られながらヒールで踏まれるとか憧れっすよね。変態かよ。こういうのがホラー映画で最後に一人だけ生き残るんだよな。違いますって。自分はただお姉様に遊んでもらいたいだけっすよ。ふん、じゃあ私が遊んであげよっか。え、エリカさん。私のピンヒールって結構癖になると思うけど。ちょ、おいエリカ。それよりあれ聞いた？女の呪いの話。遊んでばっかいる浮気男を呪い殺すとか殺さないとか。どっちだよ。え、何それ、女の呪い？あんたは関係ないでしょ。ずっと彼女に一筋なんだし。おいおい、何言ってんだよ。こいつだって浮気とか最低っすよね。ああ、たくたちの悪い。最低とか言うなよトビー。鼻に詰めんぞ。いって。え、何、あんた浮気してんの？結婚どうしたのよ。バカ、声でけえよ。お前ら浮気とかでかい声で言うな。誰聞いてるか分かんねえだろ。マジ最低。最も低い。最も低いって言うな。分かってんだからもうほっとけよ。で、で、どんな子なのよ相手。ああ、もう。何でも運命的に可愛い子なんだとさ。適当言うなよ。運命的とかしびれますよね。羨ましいっすよ。いいから、お前らこの話絶対に外で言うなよ。分かってるよ。そういや知ってる？あの店長も昔遊びすぎていろんな女の恨み買ったんだって。ほら、あいつってばダッサいグラサンしてんじゃん。それで今サングラスで顔を隠してんだってさ。嘘だろ。エリカちゃん、おかわり。あ、はい。お前もヤバいんじゃねえの？かけとくか、グラサン。いらないから。それに浮気はもう終わったんだよ。松ボタンで席を立ってみよう。店内を自由に歩けるようになるぞ。酔度を3段階まで上昇させることが可能だ。酔い度に応じてその晩の悪夢でのヴィンセントの動作が素早くなるぞ。お客さんと話を交わすと悩みを打ち明けてくることがあるぞ。気分次第で励ましてみよう。いいか、アーチ、お前もワンランク上の男にならなきゃダメだぜ。何のランクか知らないっすけど、あんまガツガツすんの興味ないんで。男はのし上がってこそ認められんだ。フラフラしてねえで腰据えてみろ。ご紹介しましょうか。こちらトッドさんと部下のアーチーさん。兄ちゃんは会社帰りじゃないみたいだな。だってスーツ着てないもん。スーツ？ああ、そういう仕事じゃないんだ。そうか、残念。うちの客じゃないんだな。客？うちスーツのメーカーなの。バンタムスーツって知らね？着れば誰でもバンタム級の身のこなしってコマじゃん。なんだ、キャサリンの会社の人か。ん？兄ちゃんの声どっかで聞いたことあんな。え？
俺らどっかで会ったか。そういえば、でも何も思い出せねえ。本部長みたいな頭の人を忘れようなくない？完全トサカだよね。完全お前の話はもう結構ってね。キレがいいっすね。女と畳はお乳の方がいいぜ。なんすか畳って。バーでは時より携帯電話に着信があるぞ。三角ボタンで取り出してみよう。今まで浮気なんてしたことなかったのに。伝説ね。それが本当なら。こちらのお客様ね、なんと雑誌記者でいらっしゃるんですが、最近とある伝説に夢中のようで。伝説？もともとは例の怪死事件について調べていて。ああ、私ジャスティンと言います。おや、あなたどこかで会いませんでした？そういえば確かどこかで、失礼、伝説の話をしてたんだ。怪死事件を追ううち100年周期で似た事件を見つけました。いずれも大勢の男が死んでいましてね。これ本当です。へえ、100年ごとにこんな事件が。調べていくとどうも奇妙な伝説が伝わっているようでして。伝説って？生き残った男です。生き残った男？ごくごく稀に呪われながらも生き残る男が出るらしいのです。面白い話でしょ。生き残った男は願いが一つ叶うらしい。不老不死でも願ったらまだ生きてるかも。何でも願いが叶うなんて魔法のランプみたいだな。そんなことを調べてるってんなら願いたいこと決まってるとかか。やっぱ不老不死が定番か。え、私なら全く違うものを願いますかね。例えば過去を変え私を殺してほしいとか。え、あと俺はどうしようかな。You got a mail。いや、違う。いや、違う。いや、違う。いや。ですが、グラスの空いたあなたにカクテルの豆知識を一つ。ラムコークって実は俗称なんですが、本来の名前をご存知ですか？元はキューバリブレといい、レシピのラム酒はキューバを象徴するお酒です。実はこれはキューバ独立戦争の勝利を祝ってキューバとアメリカの特産を混ぜたカクテル。キューバリブレとはそのままキューバの自由という意味なんです。歴史を知ると味わいも違ってきますよね。以上、今夜のカクテル豆知識でした。もうからか。次、何にします？ウイスキーで。はいはい、ただいま。そこのラプンツェルを遊びましたか？絶対解けないと思われる面でも解けるんですよ、技を駆使すれば。この技をひらめくの、私結構得意かもしれません。You got a mail。 違う。いや、違う。いや、
違う。いや。よし。済む話じゃねえよな。お客さん、ニュースご覧になりました？例の事件で持ちきりですな。何でも似たような形で亡くなった人一人や二人じゃないとか。エリカさんの話じゃ浮気男を恨んだ女の呪いだなんて噂も。大の大人が呪いはねえだろ。ほっとけよエリカなんて。女の推量は男の確信よりもずっと確かである。かつての誰かの言葉です。エリカさんの場合はどうなんでしょうな。なら心配ね。エリカの推測なんて当たったためしねえし。ところでなんだか浮かぬ様子ですな。マスターさん、浮気って経験ある？あら、あらら。あらって言うなよ。不慮の事故なんだよ。事故？本当ですかそれ？実はよく思い出せないっつうか。飲みすぎってこと？あら、ね、あんたこそ。そのグラさん、昔の女にバレないためって聞いたぞ。男には一夜の浮気心に過ぎないものに、女はその一生をかける。確か誰かの言葉です。とにかく妙な噂もありますから、お互い気をつけた方が良さげですな。ゆうかあれもよ。番組の途中ですが、連続衰弱死事件の続報をお伝えします。本日新たに衰弱死と断定された方のうち。連続衰弱死事件。ポール、死んだってマジかよ。以上です。第15エリアのウェザーアナウンスの後、引き続きこのニュースを繰り返しお伝えします。こんなんでキャサリンを幸せになんてできるのか？突然ですが、グラスを開けたあなたにウイスキーの豆知識を一つ。ウイスキーをはじめお酒の名前によくあるモルトという言葉の意味をご存知ですか？モルトとは英語で麦芽という意味で、つまり原料を指す言葉。ただし、モルトウイスキーといった場合は、同時にスコッチであることも条件です。さらに、シングルモルトといったら、中でも一つの蒸留所だけで作られた純正のもの。モルトウイスキーは、製法によって味に無数の個性が出るため、非常に多くの銘柄があります。以上、今夜のウイスキー豆知識でした。もうからか？大丈夫ですか？大丈夫だよ。日本酒で。はいはい、ただいま。まあ、あまり悩みすぎずにね。ゆうかあるめよ。違う。うわ、こんなの人前じゃ見えないだろう。人目がない場所じゃないと開けねえな。エリカさんから聞いた女の呪いって本当なんですかね。店長もそのうち死ぬなんて言われたもんで。何でも目がいやらしいとか、こういうのも不定で呪われるんですかね。アホくさ、つうか好き放題言われてんな。
女の喜びとは男のうぬぼれを傷つけることである。これ誰かの言葉なんですが、私うぬぼれてるように見える？さあな。とにかくエリカの場合はそういうのと別だろう。まあとにかくお互い呪われて死ぬなんて最後は迎えたくないものですな。バーには時間が流れていて、座って人と話した時だけ少しずつ経過する。店内の顔ぶれや話す内容が徐々に変わるので、夜の時間に身を任せ会話を楽しんでみよう。なお玄関のドアからいつでも自宅へ帰ることができるぞ。便所行ってくる。オーランドさんがバツイチってマジっすか？あれ？お前知らなかったっけ？あいつ結構若い時に結婚してんだよ。けど変な儲け話に乗って失敗してさ、奥さん出てっちゃったんだよな。本人は気にしてないふりしてるけど、まだ引きずってんじゃないか。出てった奥さんから連絡が来ても。何なんすか？あ、いや、なんでもない。この話はまた今度な。浮気男が呪い殺されるっての例の開始事件のことらしいぜ。それってポールが死んじまったやつ？ああ、死んじまう原因が女の呪いなんだとさ。アホらしい。エリカの好きそうな話だな。ポールって前に何度かここに来てた人っすよね？ああ、俺たちの高校のクラスメートだったんだが、この前ここで偶然会ったんだ。マジか。どんな様子だった？挨拶だけだったけど普通だったよ。もっと様子を確かめればよかったかな。別にお前のせいじゃねえよ。ああ？まあな。一度きりの事故だって忘れちまうしかないよな。もうこんな時間か。お前マジで大丈夫か？浮気男は呪い殺されるってよ。呪いって子供の噂じゃあるまいし、くだらなすぎて笑えねえよ。タイミング良すぎんだよ。しかしお前みたいのが浮気とはな。けどそんな可愛い子が相手ならむしろラッキーな事故ってとこか。どうすりゃいいんだよ。頑張って隠し通せよ。それか土下座だな。許されていいことじゃねえよ。くそ、今まで浮気なんてしたことなかったのに。もうこんな時間か。ぼちぼち帰んねえとな。そういえばヴィンセントさんってキャサリンさんと長いんすよね。慣れ初めってどんなだったんですか？今後の参考に聞かせてくださいよ。はあ？ねえ、言うほどのイベントじゃねえよ。同窓会だったよな。恋愛相談に乗っているうちに惚れちまって口説いたんだっけ？キャサリンが落ち込んでた時は夜中でも駆けつけてたからな。バカ、やめろって。そんな優しくてマメな男がね。本当だよ。突然ですが、おちょこの空いたあなたに日本酒の豆知識を一つ。清酒は濁り酒をこして作りますが、この時ある意外なものを入れるってご存知ですか？実は灰を入れるんです。江戸時代の酒造家が憂さ晴らしに撒いたら偶然できたんだとか。珍味の誕生には怪我の功名がつきものなのかもしれませんね。以上、今夜の日本酒豆知識でした。もうからか？まだ飲むの？ああ、ビールで。日本酒頼む。俺ビールっす。ビール。はいはい、ちょっと待ってて。はい、どうぞ。
そろそろ閉店するからよろしくね。ねえ聞いて聞いて、さっき仕入れた最新情報。どうせさっきの呪いの噂だろ。それどころじゃないの。なんと魔女がいるのよ。いいねえよ。ほらほら、さっさと戻る。そんじゃ今日はお開きっすね。はあ、もうこんな時間か。とにかくこれ以上あいつを傷つけないようにしねえとな。なあヴィンセント、もう帰るけどお前まだ帰らねえか。ああ、なんつうかまだ飲んでくわ。いつまで飲んでる気だい。早くおいでよ。今なんかやっぱここなんだ。その声、なんで君がここに。この時間に来れば会えるんだ。会えるんだって。いるかなって思ってきたんだよ。退屈してんじゃないかなって。昨日の夜みたいに。昨日のことなんだけどさ、君とここで会ってからその記憶がさ。それに実は俺、あ、そうだ、明日早く起きて朝ごはん作ってあげようか。何食べたい？私これでも料理得意なの。ダメだってば。え、なんで。とにかく今日はダメだから。あ、違う、今日はじゃなくて、とにかくダメだよ。かわいい。ちょっと先に帰っちゃうの。そうじゃねえけどさ。なんだ、だったらもっと一緒に飲もうよ。浮気か。謝って済む話じゃねえよな。キャサリンを幸せになったらできるのか。一度きりの事故だって忘れちまうしかないよな。くそ、今まで浮気なんてしたことなかったのに。ですが、ジョッキを開けたあなたにビールの豆知識を一つ。冷えたビールは何とも格別ですが、ビールを味わう適温をご存知でしょうか。ビールは冷えすぎるとタンパク質が固まって濁り、泡もきれいに立たなくなります。季節、銘柄、好みにもよりますが、どんなビールも5度より冷やすことはおすすめしません。5度でも十分キンキンに冷えたと感じるはずです。冷やしすぎにはご注意を。以上、今夜のビール豆知識でした。もうからか。大丈夫ですか。エリカさん目当てのお客様多いんで、私としてはありがたいです。はい、しかしヴィンセントが浮気ってちょっとニュースよね。あんたってキャサリンのこと大事にしてたんじゃないわけ。まあそのはずだったんだけど、まるで自分の話じゃないみたいでさ。あんたの話でしょうがって突っ込ませないでよ。もう浮気男が呪われるって噂、もし本当だったらどうするわけ。なの、本当じゃないからどうもしないの。キャサリンがあんたと付き合ったのってほっとけないって思ったからじゃない？
基本真面目なのに変なとこ抜けてるし、母性本能をくすぐられるってやつ。キャサリンみたいな一人で何でもできるタイプって結構あんたみたいのに弱いのよね。そんなもんかな。浮気男が呪われるって噂、もし本当だったらどうするわけ？なの、本当じゃないからどうもしないの。何が見えたの？今夜は拷問形状が舞台さ。裸のままおいでよね。あれ。誰かに見られたら何恥ずかしがってんの。だったらすぐ出ちゃおうか。とにかくダメだよ。しょうがないな。ちょっと先に帰っちゃうの？用事あるんだ。そっか。でも会えて嬉しかった。気をつけてね。最近さ、やたら親が電話してくんの。どうしてんだって。誰でもいいとかじゃないから、今度誤解しないでね。舞台は拷問刑場。裏切り者が露と消える処刑場だ。死にたくないなら登るしかない。そろそろ始めようか。いよいよ死の登山の本番が始まる。罠の石は乗ると仕掛けが発動する。罠の上で立ち止まらないようにしよう。くそ、まただ。どこまで続いてんだ。毎晩じゃねえか。そこに突っ立ってる羊、金ならやる、いくらでもやる。僕をここから救い出せ。俺だって分かんねえよ。羊の分際で僕はコンテルの後継ぎだ。選ばれた人間なんだぞ。羊に言っても拉致が明かん。うだうだ言ってないで立てよ。上に行くしかないんだ。うるさい、分かってる。
んなことさせるなんて。羊の習性ってのは面白くてね。先導するやつに集団でホイホイとついていく動物なんだ。だが先導者が崖から落ちれば羊はみんな死ぬのさ。すごい先導者がいたら俺たちも助かったりしてな。ここ8つの階層でできてんだって。それって出口があるってことだよな。どうも、私たち技を検討しているのですが、ぜひあなたにも加わってほしいのです。え？俺？あなたの登り方結構斬新ですので。俺本当です。先を急ぎたいんだ。あんたたちも頑張れよ。よ、あんたにも教えてやるよ。とっておきの登り方ってやつさ。悪い、急ぐんだ。油断してはいけませんよ。やっぱ俺の女が魔女だったのかね。ああ、例の噂の。こないだなんか急に怒り出してな、飯にフォークをガサーだぜ。殺されるかと思った。でもあなた、そういう人が好きなのでは。女性を支配したがる男性は女性に服従したい願望も強いそうですよ。これ本当です。くそ、この景色絶対に間違いねえ。ここ昨日意識がなくなった踊り場じゃねえかよ。もしかして死ぬまで続きを毎晩やり直せってことなのか。もう見たか、登ってる時に襲ってくる羊をさ。それって道の奪い合いじゃないのか。バカ、完全に来てんだよ。もう何がどうなってるのか、自分も気づいて知らないうちに手が。マジかよ。手が赤い、赤いよ。いや、あんたもあの国会室で聞いたか。あんたがここに落ちて死ねばいいと現実世界で願ったやつがいるだけ。ああ、聞いた。あんたには思い当たる人はいるか。いるよ、大勢な。大勢けど、まあこんな呪いへでもねえよ。こんなとこあそこに比べたら。俺は地獄から逃げてきたのさ。来たぞ、とっとと上やってくれ。せっかちだな、座りなよ。来たね、子羊さん。なんだってこんなことすんだ。わけわかんねえ石の山を登らされて、それに昨日の化け物、あれ一体なんだ。あのさ、ここはあんたの夢の中だ。何が出るのもあんた次第さ。違う、もっともこの夢の中での記憶は現実へは持ち帰らせない。現実世界でおかしな真似をされちゃゲームを続ける上でいろいろと面倒だからね。次はこっちの質問に答えてもらうよ。第3問です。キスやラブシーンを数々の相手とこなす俳優を羨ましいと感じたりしますか。どっちだ。あんたそっちを選ぶんだ。面白いね。あんたの動きなかなか興味深いよ。せいぜい頑張ることだ。生きて頂上へたどり着いた羊も過去に全くいなかったわけじゃないしね。本当か。ここからずっと上、遥か第8階層にはカテドラルがあってね、その聖なる頂の先へと進む者には真の自由への道が開かれると言われている。もちろんこの悪夢からもね。つまり一番上まで登り切れば助かるってことなんだな。おしゃべりが過ぎたね。そろそろ次の試練へ案内するよ。カテドラルか。よし。
黒い石には動かせる石と動かせない石がある。石の性質を見分けながら進んでいこう。くそ、またあのえぐい罠がありやがる。 Commencing area 2. Are you ready? Pause.毎晩疲れるぜ。やっぱあれかね、二度あることはサンドウェッジ、それ何でもいいですよね。こんなのこの上大物が来そうな雰囲気なので、技の情報を交換しておきますか。先を急ぎたいんだ。あんたたちも頑張れよ。なるほど、雑誌記者なら言葉に敏感じゃないかな。はあ、仏の顔もサンドイッチで、とうとう言ったな。なあ、くそ、登りてえのに他の羊が邪魔で上に行けなかったり、せっかく引いた石を他の羊がダメにしちまったり、あいつらいつかまとめてジンギスカンな煮込みにしてやる。100年前にもここを脱出したクールな羊がいるんだってね。ってことは僕たちも出れるかもしれないのかな。かもじゃなくて絶対に出るじゃないのか。ああそうだったね、絶対に出てやるだ。あっちに技の相談してる羊がいるから参加してみるよ。あんたか、あそこのペア登り方を話してるよな。ああ、聞いてみたらどうだ。うん、なんかやる気ねえな。面倒なんだよね、生きるも死ぬも。ダセじゃん、本部長みたいな鬱陶しいやつがいないといいな。いや、聞いたか、真の自由の話。頂上にたどり着けば悪夢から解放されて真の自由が手に入ると。真の自由ってなんだ。僕でも自由になれるのか。あんな生活から逃れることができるのか。ともかくそれには上に行かないぞ。立てるか。よしてくれ、僕は君だって蹴落とすかもしれんぞ。目が覚めるとここでのことはきれいさっぱり忘れちまうんだ。なのに気がつくとまたこの場所に戻ってるんだよ。ここ何日かはこの形状のルーティンさ。ほらもうそろそろやばいわ。くそ、そろそろ終わりの扉にたどり着きそうなのに。わかるんだ、上に行くとやべえのが来るって。いやだ、ここ動きたくない。いいか、行きたいなら登れ。そんなこと言ったってどうすれば。ここもいつか崩れるだろう。行こうぜ、行くしかないんだから。クールじゃないの。あんたかっこいいな。ちょっとときめいちゃったよ。もしかして俺最近おかしいんだ。気づくと踊り場にいて体中血まみれで。俺も全身傷だらけだよ。すりむいて血が。違う、俺の血じゃないんだよ。おい頼む、俺から逃げてくれ。でないといつかあんたのことも。俺はよくここまで来たね。だけど残念だよね、頂上になんかたどり着けないよ。死ぬんだ、みんな死ぬんだ、死ぬんだよ。おい、しっかりしろよ。冷静になんないと乗り越えらんねえぞ。みんな死ぬんだ。もしかして俺。あんたか。おい、分かってるよ、座りなって。
串刺しの罠も通用しないなんてね。見ていて面白いよ。怯えたまま道の途中で運任せに朝を待つ羊とは、あんたは違うみたいだね。先送りにしたって長引いてしんどいばっかだろ。第4問です。つい浮気をしてしまったとしたら、責任は自分だけにあると思いますか？どっちだ。選んだのはそっちか。本心だと受け取っておくよ。なあ、他の奴らをここに落としたのも同じ奴なのか？他の羊に構っている暇はないよ。生き延びたければね。ほら、今夜もあんたの命を狙う者の声が聞こえるよ。またか。ついに今夜の最終敵の攻撃に翻弄されないように地形をうまく利用しよう。何なんだよ今度は。一体ちょっとマジ勘弁してくれよ。くそ。A mole beast has appeared. It's the killer. Do not pause. キャサリンって、なんでいいんだ。昨日は一人で帰ってきたはず。うわ、まずいって。いや、俺今なんつった？キャサリン。あ、ごめん。てか、いいよ。でもちょっと照れるかも。照れる？私のこと名前で呼んでくれるの初めてでしょ？名前？キャサリン？なに、ヴィンセント？いや、なんでもない。てか、マジかよ。ねえ、もしかして、怒ってる？いきなり押しかけちゃったし。え？押しかけた？怒ってるっつか、驚いて。ヴィンセント、私に会いたいかなって。え、その。嘘。私が我慢できなかったから来ちゃったの。昨日はすごかったね。私あんなことするの、その、初めてだったから。つうか、俺、なんかしたっけ？言わせんの？エッチなんだから。待って、タイム！ 10 秒だけね。あのさ、君は、なんで俺に？気に入ったから？ねえ、ヴィンセントは？私のこと、どう思ってんの？いや、可愛いと思うよ。ありがとう。あとは？あと？かわいいだけ？いや、なんていうか、うらやましいっつうか、自分の好きなように生きてますって感じが。何それ、別に普通のことじゃん。ねえ、ヴィンセントも
きなようにしていいんだよ。その代わり浮気とかしたら許さないからね。浮気？俺、君に言わなきゃいけないことが。つか、やべえ。あ、似合うと思ってんのこれ。ふざけてないでちゃんと聞いてよね。大事な話なんだから。ごめん、かなり遅れてんの今月。え？できたかも。なんで黙んの？え？ごめん。で、どうなの？何動揺してんだ、俺。ここはちゃんと責任取らなきゃだろう。ちょっとはっきり言ってよ。もちろん嬉しいけど。けど？嬉しいよ。そっか、嬉しいんだ。なら、よかった。正直、ちょっと不安だったんだよね。あんたって何考えてるか、たまにわかんないから。そんなことねえって。そりゃ、びっくりはしたけどさ。でも、まだわかんないっつうか、確定じゃないんでしょ？ん？まあね。いいわよ、出ても。もしもし。あ、もしもし、私。どうも、お世話になってます。何それ。ねえ、近くまで来てんだけど、これから会わない？その件につきましては、ちょっと難しいというか。無理ってこと？今どこよ。なんで番号知ってんだ。すぐに切らねえとあれは閉まれちまうよ。あれ？もしもし、もしもし。ちょっとどういうこと？え？いや、仕事の電話。バグがどうこう言ってたけど切れちゃった。会社電波入りにくいんだよね。まあ大した問題じゃなさそうだから。そうじゃなくて携帯何勝手に変えてんの？え？ああ、これ先週欲しいのがやっと出たから。前のだって書いてからそんなに経ってないでしょ。あれだってまだまだ使えたのに。それにあんたこの前パソコンも変えたでしょ。ほんと無駄遣いばっかして。これからはそういうの気をつけてもらわないとさ。言ってる意味わかるよね。ごめん。まあ仕事を頑張ってんならいいんだけどさ。私は育休とか取んなきゃいけないかもだし。そうか、そうだよね。ああ、でも子供産んでも仕事は続ける気でいるから。家事は分担になるからちゃんとできるようにしといてよ。服脱ぎっぱなしとかも今後は厳しいかな。それから早く結婚しようとするのが女の仕事で、長く出てしまいとするのが。空気張り付いてんじゃん。やだ、これ昔の人の内情らしいよ。どっから入ってくんだよ。だから貯金もしっかりしなきゃダメだと思うの。夜の飲みとかも控えてよね。安くないんだから。あと銀行口座は全部私が管理するし。
のグラニータがいいかな。この声、まさか。聞いてんの？聞いてるって。あ、俺お腹痛いから、あのトイレ行ってくんね。ねえ、ちょっとあんたさっきから変じゃない？いや全然変じゃねえって。本当、別に喫煙席でもいいか。なあ、ここって喫煙席？え、うん。あ、そうでした。もうタバコはやめてね、お腹の子に悪いから。それよりトイレ。親に空いてる人か聞いとくから。